それでは次の話題に移りたいと思います。30代の、岡山県における難病患者のリスパイプ入院についての検討、森谷さんでしょうか。お願いいたします。よろしくお願いします。重症難病患者が在宅療養を継続していくためには介護者の負担軽減の目的でリスパイプ入院の利用が必要であります。平成20年までは受け入れ病院は神経内科医のいる数か所の病院のみでした。患者家族は身近な医療機関での定期的または随時の受け入れを希望するため平成21年度より受け入れ病院の拡大を目的に地域の医療機関への働きをしてきました。今回岡山県でのレスパイト入院の現状を明らかにすることにより今後の支援の在り方を検討したので報告をさせていただきます。で、研究方法ですが、平成21年4月から22年10月までにレスパイト入院を利用した患者延べ人数148人と、それから受け入れ医療機関、岡山県内の受け入れ医療機関31箇所が対象です。で、調査内容としましては受け入れ病院の属性、利用患者の疾患、医療処置、利用回数、利用病院数、それからレスパイト入院の流れということになっております。で、結果ですが、まず受け入れ病院ですが、岡山県内で31病院、うち300床以上の大規模病院は2箇所でした。で、31病院のうち神経内科の医師が常時いる病院は8箇所、いない病院は23箇所でした。で、神経内科医のいない病院で TPPV 患者を受け入れてくれている病院は8箇所ありました。岡山県は県南部に人口が集中しておりまして、医療機関も同様の状態になっておりますので、ここに下の部分ですけれども、県南部と県北部で再度上げさせていただいております。県北部の状況では、受け入れをしている病院8箇所のうち、神経内科のある病院は1箇所でした。次に、利用患者の疾患と医療処置についてですが、利用者で多いのは ALS 患者で、TPPV の患者さんが実人員で6人、延べ回数でも46人であり、全体の 31% を占めていました。次に、パーキンソン病の患者さんが多かったです。それから、疾患、医療処置別の利用回数ですが、レスパイト利用患者の実人員34人中2回以上利用されている患者さんは20名でした。うち6回以上の利用患者の疾患ですけれども、やはり ALS の患者さんで TPPV の患者さんの割合が多くなっておりました。で、あと1回のみの利用患者さんが14名いらっしゃるんですけれども、その利用、14名の患者さんの理由というか現状を主に再計で挙げさせていただいております。本人家族が1回利用して、もう今後二度とレスパイト入院はしないと言われた患者さんがお二人、あと死亡の患者さん、他の施設の身体養護施設の方なんですけれども、そちらの方を利用される方が1人で、あと、継続利用の方は6名いらっしゃいます。で、次に疾患医療処置別利用病院数ですが、1人の患者さんが利用している病院数です。2回以上の利用患者さん20名のうち、利用病院数は3病院を利用されている患者さんが 35%、 4病院以上の患者さんは 30% でした。定期的な利用をするためには3カ所以上の病院の確保が必要であるということが分かりました。で、最後にレスパイト入院の調整の流れですが、このスライドの通りに行わせていただいております。で、病院受け入れの病院が決まった後に、病院もしくは受け入れをしていただく病院もしくは患者宅で病院スタッフや在宅で支援をしてくださってます、訪問看護師さん、ケアマネージャーさんと、それから病棟のスタッフの方との情報交換を行っております。で、ここで神経内科のない病院で初めて神経難病の患者さんを受け入れてくださる病院さんに対しましては、病棟のスタッフの方を対象とした研修会も開催しております。
また複数の病院を利用されている患者さんにつきましては、その利用されている病院のスタッフの方に集まっていただいて、カンファレンス等も行っております。考察です。レスパイト入院を受けている病院で神経内科のない病院が7割を占めていました。特に県北部では神経内科のある病院が1か所だけであり、受け入れ病院の8割に神経内科がありませんでした。患者家族は全員が神経内科医がいなくても家から近い病院のレスパイトを入院を希望されております。ですので、定期的なレスパイト入院の利用を行うためには複数の病院の確保が必要であると思われました。各病院に直接働きかけることによりレスパイト入院を受け入れてくださる病院が大幅に増加しましたが、ほとんどが療養病床を有する中小規模の病院でした。最後に今後の課題ですが、今後も患者の住み慣れた地域でのレスパイト入院受け入れ病院を拡大するためには、病院との情報交換によりレスパイト入院の意義を理解してもらうこと、それからレスパイト入院を受けてくださる前には患者についての情報交換を行い、また入院中の患者の情報の窓口を明確にしておくこと、それから神経難病の知識、対応についての研修会を今後も開催していく必要があると思われました。次に TPPV などの延命処置を希望しない患者さんの場合、レスパイト入院中に死亡する可能性がありますので、受け入れ側が躊躇する場合があるため、事前に意思を再確認することが必要であると思われました。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今発表いたしまして、何かご質問コメントをございますでしょうか。昨年難病医療ネットワーク研究会というのを主催させていただきまして、ショートステイ事業についての、全国調査を皆さんにお願いしてやったんですけども、全国でショートステイはみんな困ってるんですね。でその中でも今日の難病の岡山はすごく神経内科がいない中小病院がショートステイを受けてくれてるっていうのは、おそらく全国的に見てもすごく際立ってショートステイ先を確保されてるっていう、岡山県の先生方のご努力がすごいなというふうに思うんですけれども、この秘訣は何なんでしょうか。本当に私もクライムの中でやってきたんですけれども、まずこれはモデル的な形で進めたんですけれども、ある保健所管内ではそこでも人口が50万規模 の, 保健所なんですけれども、まず保健所の方と一緒にその市内の病院を全部回る、20床以上 の, 病床を持っている病院、何かを持っている病院を全部回りまして、そこで情報交換を行わせていただきました。でその時にやはりレスパイト入院でも、その時でもそのレスパイト入院という言葉がその何ですかって言われたことは一回もなかったので、大体そのレスパイト入院という言葉は皆さんどっかで聞いたことがあるという印象を受けたんですけれども、でなおかつそのレスパイト入院というのは、実際難病の疾患を持たれた患者さんでも在宅で療養できる安定した状態であるということ、それからも必ず決められた日には退院しますからということ、そのあたりのお話をさせていただくうちに、どうぞじゃあうちで受けてもいいですよというお話になったというのが、はい、そうすると口説く相手は看護師さんってことですね。いや、医者じゃなくそうですね、ソーシャルワーカーさんとそれから看護部長さんと、であと病院さんによっては院長先生ですとか担当のお医者さんに出ていただいております。なんか狭いストラテジーを感じました。ありがとうございます。そうです、宮城県が田舎の方に行きますと、神経内科医と言っていただいて、医者がいればそこにたどり着ければまだ幸せというような状況もあって、もう神経内科医とか言っている状況、地域では神経内科にアクセスするというのは、それはあまりできればいい方というところも今後出てくるかもしれないですね。で大変いい試みだと思う、努力されていると思うんですけども、その時に何かあった時にどこが最終的にこうバックアップするかとか、そういうシステムがあるといい
スムーズに話が進んでいくかと思うんですけど、岡山県の場合は、いざとなったら